どなたかお助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり。重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀氏たる秘典を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで、最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすぎて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。なる者の負が狭間村を海賊から救ったのです。お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。狭間で会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。桃と瀬の昔か、長尾忠頼公音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、狭間浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど八幡の鎧も消えうせけり。人の曰く忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは狭間の北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。
すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。さあこちらへ。内常公の伝承でございます。西へのこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす。代理内常公を召されり、内常神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて太刀に蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ち常放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を打ち常公に吐きかける。ほどなく打ち常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ち常子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打ち常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、内常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。酒井様、さあこちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作、聞かせてくれ。喜んで。二桃とせと磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓、物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、よろめきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、物の負の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立った手あり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。
鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。何があった。街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを切ったのは槍川の怨霊です。怨霊。あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。事業を取り戻さんとて公は志村に謀反して阿波田の武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、堺の助くれば志村乱を鎮め時より公を滅ぼせり。松子の息で時より公苔の下よりよみがえり志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか。この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと。怨霊を祀る社に供物が満たされた時報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる。怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては堺様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした。あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり。痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで数多の浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。阿修羅はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり。
五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人クロードなり。その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。五人を打てと、居所は豊玉のあちこちにおります。居所はおのずとわかるとか。ことづて聞き届けた。挑戦を受けよう。小次郎を打ち破れるのはあなたのみ。お気をつけて。火をついてくれ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から城郭の山の峰ぞ落ちけるに、ゆゆしき者の府城郭の崖を登りて穂村堤し岩尾を見いずる。刃で穂村ふらるれば、穂村は鋼包めども、己神はこともなし。暗示出したるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは城郭山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。滅相もない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、公平死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。